はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。皆さん、封印されしエクゾディアという最強のモンスターは、まあ、よくご存知なんじゃないかなと思うんですが、現代遊戯王において手札1枚でエクゾディアが確定するということをご存知でしょうか？やばいこと起きてるね。やばいこと起きてるわ。これデッキのギミックはうちの竜の幹部会っていうメンバーに教えてもらったギミックになってるんですけど、これすごいね。これ革命だと思うわ。まあちょっと皆さんもぜひね、使っていただければわかると思うんですけども、聖騎士の追走イゾルデっていうね、このモンスターが成立するハンドであればエクゾディア揃います。何言ってるかわかんないと思うんですけど、イゾルデ立てられるとエクゾディア揃うんですよ。現代遊戯王すごくないですか？手札1枚ですよ。イゾルデってちなみに戦術力モンスター2体で作れるんで、例えばライティドライバーから、まあ、レフティドライバー出してきて3シンクロして御用ディフェンダーを2体並べたらそれでもうイゾルデだし、あとネオスペースコレクターね、ネオスペースコレクターとかは召喚成功でアクアドルフィンとか出せるし、アクアドルフィンちなみに手札1枚にすると相手のカードをなんか判別できる可能性あるんで、誘発とか抜けるかもしれないから、アクアドルフィンをとネオスペースコレクターのコンボが一番強いと思ってて、イゾルで作るときに手札誘発見れるし相手のハンド見れるから、だからまあこのコンボは入ってるんだけど、あとあれね、このエクスパラディンね、はい、なんか噂によるとなんかあれですね、エクスパラディンだをサーチするイグライトのカード2枚から一応エクスパラディンサーチして、まあ、そのコンボができるみたいな話あるんだけど、ちょっと俺はこのネオスペースコレクターっていう最強のモンスター使いたくて、はい、まあ、ちょっとデッキギミックはね、戦士力2体並べるギミックはこの辺が入ってる。あとあれこれね、ニードル君も一応B フォースのこのヒッチのピンとか出してきて並べられるんで、まあ、これ入ってるんですけど、まあ、要はイゾルデが出せればいいと。でイゾルデ出したらもうね、確定なんですよ。まあ、ルートは対戦動画見ていただいたら分かると思うんですけど、基本的に動かし方はトレジャーパンダ使ってなんかパーツめっちゃ出してきて、でパーツをリンク召喚で墓地送って、でこのファイアーボールドラゴンっていうブレインズ最強モンスターね、エラッタされてちょっと戻ってきた、もう一回強すぎて禁止になってエラッタされて戻ってきたモンスターなんだけど、これ主人公モンスターね、これを使って墓地に存在しているパーツを手札に回収して勝つっていう、こういうギミックです。ちょっと回し方は対戦動画見てもらえば分かると思うんで、早速ねやっていきましょう。まあ、簡単に言うと本当手札1枚からエクゾディア全部揃うのよ、このデッキ。これはね、革命、すごい、本当に現代遊戯王のパワーを感じた。デュエル3倍、めちゃくちゃランク下がっちゃったクソみたいなデッキしか使ってないからさ、ランク戦でなんかランクめっちゃダウンするんだけど、なんかこのさっきまでちなみに動画にどういう順番で動画にしたか分かんないけど、カオスポットダイスポットループっていうなんか本当クソみたいなデッキ使ってて、ちょガチでやばいこと起きてるんですよね。まあ、とりあえず戦士族1体からエクゾディア確定ルートっていうのがチューンナイト、あ、なんかあるね、なんかあるな、怖いな、なんだ。とりあえずチューンナイトを装備するか。でチューンナイトの効果発動、これ解除できる？なんかあるんだよね、相手の反動なんだろう、ちょっと分かんないけど通してくれそうだな。あ、ゾージーか、もう貫通するしかないよね、じゃあ俺ちょっともう貫通するわ、なんか死ぬほど特殊召喚するけどよろしく、今からちょどっかで占い引かれたら終わる。2体のモンスターでリンク召喚、現れろイゾルデを特殊召喚、はい、ワンドローどうぞ。もう知らねえ、ドローとか死んねえ。で聖騎士の追走イゾルデの効果を発動、イゾルデの効果によってカードを1枚手札に加えて、さらにイゾルデの効果により装備魔法を4枚くらいバチコリと落とすで、1、2、3、4、4枚のカードを墓地のクリー、そして、終末の騎士をデッキより特殊召喚、そして特殊召喚成功した場合の、終末の騎士と妖刀の効果も発動していくぜ。チェーン1チェーン2で、はい、あ、チェーン1チェーン2チェーン3か、はい、これで妖刀滝光の効果を無効にされても結構きついし、終末の騎士の効果を無効にしても意外ときついってなんだけど、
ちょっとですね、あれですね、増殖する G1 枚くらいたら、なんかその、なんとかなりそう。ちょっと、後から引かれた誘発だけめっちゃきついですけどね。さあ、これで、シェードブリガンダインを出るのか、リク。そして、シェードブリガンダインをセット。シェードブリガンダインを発動。レベル4のモンスターとして、特殊召喚。レベル4のモンスターが2体で、オーバーレイ。エクシーズ召喚。ちゃう、こちら。デュガレス。時知らずのデュガレスをエクシーズ召喚。時知らずのデュガレスは次の自分のメインフェーズをぶっ飛ばす代わりにやべえ効果をいっぱい発動できる。このカードの効果によりオーバーレイユニットを2つ使い墓地のモンスター1体を特殊召喚することができる。現れよ再び終末の騎士。終末の騎士を特殊召喚。そして終末の騎士の特殊召喚成功時効果を発動。レベル4以下のモンスター1体を墓地に送ることができる。これによりサモンプリーストを墓地に送る。そして2体のモンスターでリンク召喚サーキットコンバイン。ここはあの魔法使いだったら何でもいいんですけど、セレーネが出せればいけ。灼熱の比例使いヒーター。そして2体のモンスターでサーキットコンバインリンク召喚。現れよ神聖魔皇后セレーネ。神聖魔皇后セレーネの効果を発動。墓地の魔法カードの数だけカウンターを乗せる。そしてカウンターを取り除くことにより効果を発動。墓地に存在する魔法使い族モンスター1体を自分のリンク先に特殊召喚。そしてサモンプリストの効果を発動。じゃああいつさ全然無効カード引かんやん。大丈夫。トレジャーパンダを特殊召喚。トレジャーパンダの効果を発動。トレジャーパンダの効果によりカードを1枚除外し、だってセレーナに足生やすわ。腕でもいいけどセレーネに腕ちょっと生やすわ。セレーネに腕生やして、はい、ほいはで腕生やしてセレーネに腕生やして、でトレジャーパンダの効果を発動。さあトレジャーパンダの効果は墓地に魔法カードが存在する限り何回でも使うことができる。現れよほい。そして2体のモンスターでリンク召喚。ちょあいつマジで引かねえな。いいのか、終わるぞお前世界が。いやそんなに手札あって誘発ないことある。ユニオンキャリアをリンク召喚。そしてユニオンキャリアの効果を発動。ユニオンキャリアの効果によりこいつにヤバゲロヤバモンスターを装備させるぜ。そしてトレジャーパンダの効果を発動。トレジャーパンダの効果によりカードを1枚ペッてやって、さらに足を生やしていく。セレーネに片足生やしていく。そしてセレーネとこの足でリンク召喚。現れろファイヤーボールドラゴン。お前禁止になったはずでは。お前禁止化されたってなんか聞いてるけどお前禁止化されたって聞いたけどな俺。でおいリンクリボーリンク召喚。ちなみにこれ手札1枚からやってますからね今ね。はい、戦士族1枚からやってますから。はい、でとりあえずパーツを回収。封印されし者の足を回収していくぜ。マジであいつなんもねえな。大丈夫か。そして誰やねんリンクモンスター出せばいいわけですよ。こことでファイヤーボールでリンク召喚。あまりにも誰やねんモンスター。プログレオをリンク召喚。プログレオは自身とリンク先のモンスターをリリースし墓地のリンクモンスターを特殊召喚できる。再び現れろファイヤーウォールドラゴン。こいつは単一一応ついてるんで、昔は単一付き合わせるたみたいな話だったんですけどこれで相手のハンド何もなければいける。レフティーいらねえや。でこれもいらねえや。禁じられた人質とかぶっかけられそうドローフェイスファイヤーボールドラゴンの効果発動。ファイヤーボールドラゴンの効果によりこのパーツを2枚回収したいんですけど、通ります、通ります、これ通ります、通ります、通った、来た、うわよっしゃー。増殖する G そんなもん関係ねえんだよ。なんでかってお前のドローフェイズでお前は負けるからさ。対戦ありがとうございました。ハンド強いんごめん。
ハンド強いんごね。これ増殖する G は裏で止められるね、これね。ケアできてるよ。さあ、ライキドライバーの効果発動。いいですか、レフティ特殊化しても。あ、いいんですね。そんなクソラコ展開していいんですね。あれ、増殖する G もない。ウララもない。それは勝ちだわ。どこ使うか分かんないから、ちょっと一応説明しよう。御用ディフェンダーと御用ディフェンダーでも一応戦士力2体並ぶんで。あれなんですよね。これでイゾルでもできるんですよね。はい。御用ディフェンダーが戦士力なんで。これ最強ですよね。はい。イゾルでの効果で、リンク召喚して、まあこれ持ってくるなんでもいいんだけど、じゃあとは天下増しだから。うん。さあ、お前のターンだぜ。さあ、ドローフェーズを宣言しな。ドローフェーズを宣言しな。よし、行け、ファイアーウォールドラゴンの効果発動。ファイアーウォールドラゴンは墓地に存在する左腕と右腕を手札に回収することができる。来い、封印されし者の右腕、左腕。シャークキャノン。え、あ、やばい。ミドワーク、うわー、何してんだお前、お前何してんだ。モンスター効果無効と除外だと。やめろーやめろーやめろー、何してんだお前、お前何してんだ、おい、お前何してんだ、ちょうららお前何してくれてんだてめえ。よくも俺の最強盤面を、クソが。いやでもこれ言うて殴り勝てるかもしんない。戦闘機ロゼやばい、戦闘機ロゼやばい、やばい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 、ああアフターバーナーはやばい。ちょっと僕のファイアーウォールドラゴンしょらないで、ちょ、お願いします、僕のファイアーウォールドラゴンしょらない。うわーファイアーウォール、俺のファイアーウォールが、そんなバカな。これで俺は何すればいいんですか、何をすればいいんですか。僕はこれで移行するフェイズ。デュガレスデュガレスメインツー、分からせてやる。俺はネオスペースコネクターを召喚、ネオスペースコネクターの効果を発動。ネオスペースコネクターの効果により、何チキショーチキショー、くそ、アクセスコード投下するしかねえ。これはアクセスコード投下するしかねえんじゃねえか。アクセスコード、アクセスしてからの、いやこれアクセスしてからのあれだろ、ちょっと待って、デッキ圧縮しよう。一回デッキ圧縮して、つけて、で、トロイメンユニコーンして、そしてトロイメンユニコーンで相手のモンスター戻して、バウンスすれば、あ、ここ出せる。ここに出せる。で、トロイメンユニコーンでお前のモンスターはデッキに戻ってもらうぜ。さあ、デッキマンスターお帰り、冥界へ送ってやるぜ。お前は冥界っていうか、デッキか、お家に帰りなさい。よしよしとは言ったもの、これアクセスする必要ないしな、破壊するカードないしな、何もすることねえ。ターンエンドなんでは、ちょ、なんかターン返ってきたんだけど、どういうこと、ちょ、何がしたいの君、ちょ、早く殺してくれ。うわー、封印されし、エクゾディア召喚。どういうことやねん、まずい、エクゾディア、うわー。うわー、本当にすいませんでした。